今日はざっくり言いますとお菓子作りを体験しに来ました。岡山県南を中心に活動している教室で、今日は岡山市北区大本にやってきています。その名も教えないお菓子教室。教えない、教えない、さあどんな教室なんでしょうか。行ってみましょう。教室なのに教えない。お菓子を作るのは久しぶりなんですが、教えてもらわなくてもうまくできるのかしら。どんな体験ができるのか楽しみです。教えないお菓子教室、早速看板が見えますよ。お邪魔します。講師の小島さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。教えないお菓子教室、どういった教室なんですか？はい、教えないお菓子教室はお菓子作りを通して一人一人のアイデアやイメージを尊重して寄り添う、教えない、見本のないお菓子教室です。見本のないお菓子教室、はいはい、あんまり聞いたことがないですよね、はい、どんな方が参加してるんですか？0歳から100歳超を対象にしていて、0歳から年齢問わず、障害の有無問わず、どなたでも参加していただける教室になってます。じゃあ本当にもういろんな人が参加できて、私のような大人でも参加できる。もちろんです。これは体験しないといけないですね、はい、講師の小島さんは4年間洋菓子店で働いていた元パティシエ。誰でも参加できる教室を目指して、この教えないお菓子教室を去年の夏に始めました。今日は何を作りますか？はい、今日は米粉のクリームチーズブッセを作ります。ブッセ、はい、結構本格的ですね、はい、教えないと言っても、うん、材料や手順は教えてくれるんです。あとは自由な発想でお菓子作りをしていきます、はい、君割れちゃってたけどね、うん、この教えないお菓子教室を始めたきっかけっていうのが、はい、私が4年前にデンマークに留学していた経験があって、でそこで自分で考えて答え合わせのない教育に触れて、初めて自分が今まで教わってないとできないっていうことに気づいて、日本に帰ってから、うん、そういった教育に日本でも触れたいなって思ったのがきっかけで。デンマークでは福祉について学んだ小島さん、ああしなさいこうしなさいではなく、自分なりにやってみたことに対してアドバイスをくれる教育、それが小島さんにとって新鮮でした、ね、そして生まれたのがこの教えないお菓子教室なんです。実際にお子さんは教えてっていうことはめったになくて、はい、でも本当に必要なのはもう大人の方かなとは思うんですけど、お菓子教室で大切にしてるのは、うん、任せたり頼ったり、ありがとうってしっかり伝えることで、自分で生み出す、自分で考えることを堂々と自信を持ってされてるので、うん、これはこうっていう肩を外してもらえるような、うん、笑ってるね、なんかそういった教えないからこそ教わることがたくさん多いなって毎日思ってます、米粉ブッセの生地を作っていきます。混ぜ具合も自由で、みんなで回して混ぜることもあるそうです、もちろんお菓子の形も自由、はい、今回のブッセはお世話になっている2人へのプレゼントにするので、形を魚にしました。僕と竹内君から、ね、どうだろう、この自由度が教室の醍醐味です。魚だ、いや魚ですよ、魚だ、魚だ焼けました。じゃあ膨らんでる、あめちゃくちゃ大きく大きくなって帰ってきました。大きなお魚が来ました。旅に出てきた。あでも本当ブッセ、ね、あいい香りしますね、すごく魚焼きたてのもうずっと吸っていたいですね。美味しそうにできましたね。似合った。そうそう。似合います。すごい。かわいい。どっちかな。かわいい。いい感じかも。いい感じかもしれません。メガネかけてるかどうかみたいな。誰かな。どっちかな。誰かな。まだわかんないね。出来上がったブッセに感謝の気持ちたっぷりのチーズクリームを挟んで完成です。着地。ああ。
これ竹内くん？うん、メガネかけてない。大きい。そこまでだね。メガネかけても分かりやすいもんね。はあ、どうですか、誰へのプレゼントかも分かりましたよね。かなり大きな物件になりましたが、なかなかの自信作です。美味しかったです。ちゃんとね、お二人にもプレゼントしたんですか。そうなんですよ。あれ、くにしさん？いや、違う。ポワッソンって書いてる。どうですか、この出来栄え。いや、面白い。絶対も私思いつかないです。魚にしよう。似顔絵描こうって。新しい発見の連続で。楽しかったです。こうやって素敵な教室をされてると思うんですけれども、これからどんなことを夢に頑張っていきたいですか？はい。一人一人の意思や個性が尊重されて、年齢や国籍、障害問わずに、挑戦できる社会になれたらいいなと思っています。で、私たち実は中学校の同級生なんですね、はい、そうなの。同級生がこんな風に頑張ってるっていうのを聞いて急に嬉しくなりました。言うとったらもうフランクに言ってたね。頑張ってください。そう、ね、ありがとうございます。一緒に頑張りましょう。頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。中高の時仲良くなかったよね。そんなことない。教室への申し込みは SNS から。皆さんもぜひ思うがままに自由にお菓子を作ってみませんか。最後はちょっとびっくりびっくりしてる。そうなんですよ、先に言って仲良くね。そう、そうよ。大人になってからこの活動を知って改めてこうしっかり喋るようになったというか、本当に大きな学校だったのでね、なかなか喋る機会もなかったんですけど。なるほどね。そうなんです。でお二人にプレゼントしました、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございました。あ、そうなんです。美味しかった。いや本当ね、ふわもちって魚っていうのは、うん、魚の形っていうのは言われるまで分からなかった。なんでですかね。確かにね、僕の絵も本当よく見てもクニスさんだもんね。今メガネに引っ張られすぎてる。そうなんかな。いやでも本当にね、甘すぎずで、生地がすごくもちっとしてて。そうそう、やっぱ米粉だからね。やっぱりね、プロに教わるのですごく美味しいお菓子も作れますので、はい、予約などはインスタグラムからできます。ぜひ参加してみてください。以上、京都ビーでした。